先生、我々選手指導は格闘家精神にのっとり、フェアでアグレッシブな戦いをすることを誓います。選手代表、郷南騎乗。本日の第5試合、フェザー級5分2ラウンドを行います。赤コーナー97第4回アマリングストーナメント60キロ級優勝、97第1回全日本コンバットレスリングオープン選手権大会58キロ級優勝、97第4回全日本アマシュート選手権大会フェザー級準優勝、155センチ55キログラム話術研修会所属、平野93、94全日本サンボ選手権大会シニア57キロ級優勝、全日本コンバットレスリング選手権大会94軽量級優勝、96、97、63キロ級優勝、98、58キロ級優勝、161センチ、61キログラム木内ワークアウトスタジオ所属、ゴキタマサール佐藤の両親ラ30、相手来るよ、相手来ましょうと選手が
してやらせていただくぞ。左に体ずらしていけよ。そうそうそう、どっちかに行け。試合終了。両選手に盛大な拍手をお願いいたします。ジャッジペーパーの集計に参ります。これよりジャッジペーパーの集計に参ります。2対0をもちまして青コーナー徳川バタル選手の勝負でございます。本日の第6試合ライトヘビー級5分2ラウンドを行います。赤コーナー97第3回 JJ グランプリング選手権大会重量級優勝、180センチ80キログラム話術研修会所属、高瀬大純。青コーナー96サブミッションアーツレスリング全日本選手権大会無差別級優勝、サブミッションアーツレスリング全日本選手権大会体重別プラス80キロ級96年度優勝、97年度準優勝、170センチ85キログラムフリー鶴巻信弘。フリー佐藤博樹。フェイッ。Yeah!
の第7試合ライトヘビー級5分3ラウンドを行います。赤コーナー171センチ83キログラム A3 事務所属庄司明。青コーナー高校レスリンググレコローマン82キロ級三冠王、大学レスリングフリーグレコ97キロ級三冠王、98第2回全日本コンバットレスリングオープン選手権大会85キロ級準優勝、174センチ87キログラム RJW 所属矢野
そこいいよ。5分してろ。そこに行き。せーの。
Yeah.
プロシュート3戦1勝に分け、フェザー級3位、体重 58kg、話術研修会東京本部、ヒロの武康。アゴがプロシュート2戦1勝1敗、体重 62kg、ケースファクトリー、勝村俊一郎。この試合は63キロ契約で行われます。ラウンド1ファイト。ラスト1分、ラスト1分ですよ。ラスト1分、ラスト1分、ヒロさん。待ってね、待ってね。回り回って、少し切り替え、切って。横に1回落とせ、1回落とせ。1回落とせるか、ほら。1分、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 
ラスト30、そうだ、ラスト30、ラスト30、ラスト30だから。ラスト30だ、ラスト30だ。そして手繰りながら待ってるな、その手やつ。代打の終了です。ありがとうございます。これより、キャッチの集計を行います。これより、キャッチの集計を行います。25対30より青、勝村俊一郎選手の判定。いや、首絞めで一本取れなかったのが情けないです。あそこまで入って完全に首、手入ってんのに力がもうパンパンになっちゃって、それ以上入んなくって、向こうがなんかすごいぜーぜー、聞いたことのもないような音で出してるんですよ。それでも決まんなかったから、やっぱ向こうが我慢強いっていうか、それより僕が情けなかったです。本当情けないです。もっともっとシュートでも試合やって、コンテンターズももちろん次もあれば出させてもらいたいですし、もちろん広野選手ともう一回ねやっても全然やらせていただけるならやりたいし、シュートのルールでもやらせてもらえるならやりたいです。第2試合を行います。赤コーナー、柔道長野県軽中量級3位、体重の 63kg、 話術研修会東京本部、塩澤雅人。プロシュート2002勝、体重 61kg、 塩塾太田義信。この試合は 60kg 契約で行います。ラウンド1、ファイト。伸ばしすぎんな。いけいけ、そうだ、ラストラスト、そうだ、もう一回、ボタン着に振り上げる。
30-24で赤、塩田雅子選手の判定です。試合が初めてなもんで難しかったです。今日の投げとかだいぶポイント取ってますね。やっぱすっぽ抜けて後ろ取られたら危なかったんで、あんまり数多くは出せないかなと思って、はい、やってみた相手の印象はいかがですか。そうですね、打撃が強い選手って印象があるんで、はい、特に組み技は何も考えてなかったんで、はい、待望の勝利を得たわけなんですけど嬉しいです。第3試合を行います。赤コーナー99年マイナーコンプリートファイティング3位、体重72kg、馬術研修会東京本部、金井秀樹。青コーナー99年コパパレストライースト優勝、体重 73kg、 聖堂会館早川光吉。この試合は 73kg 役で行われます。ラーもいいよ、なんかつけてみる、膝につけてみる、膝につけてみる、脇絞って、脇絞って、力使わない。30で相手のケツ上に上げろ、上に使ったら、使ったら上上げろ。
緊張してたんですかね、あの相手が。あんまそのアグレッシブにやってこなかったんで、あの抑えても大体そうですね、まあにスペース作って相手が逃がして決めるっていうのが自分のスタイルなんで、相手がそんなあがいてこなかったんで、ちょっと決めるの躊躇しちゃったんですけど、ね、あんま自分から力づくでいくと返されちゃうことが多いんで、相手がもっと動いてくれるかなと思ったんですけど、ちょっと抑え込まれると、うん、やることに躊躇しちゃったような感じでしたね。どこでも上がる準備はできてるんで、うん、上がりたいと思います。第4試合を行います。赤コーナー、99年マイナーコンクリートレスリング準優勝、体重 59kg、 RJW セントラル、梅澤智春。青コーナー、全日本コンバットレスリング 58kg 級連覇、体重 61kg、 木口ワークアウトスタジオ、ゴキタナサール。この試合は58キロ契約で行います。ラウンド取りたかったんですけどね、判定が全然もう鼻から考えてなかったんで、
判定だと納得は全然、もういつも一本狙ってんですけど、やっぱりちょっともう相手に研究されてきたかな、でもちょっと自分のパターン変えないと、ダメかなと。どんな相手からも一本取れる選手目指してちょっと練習やり直します。第5試合を行います。赤コーナー、99年マイナーコンプリートファイティング優勝、体重67kg、話術研修会東京本部、門脇ヒデーキー。青コーナー、プロシュート一戦一分け、体重71kg、フリー米沢仁太郎。ラーはい。
今回の試合、向こうがちょっとやっぱり焦ってなんか飛びついてくるのを待ってて、まあ、そのまま来たんで、できればパスガードして、上から抑え込みたかったんですけど、まあ、そこは相手強くてうまくパスガードできなかったです。やっぱり最終的に目指したいのは何でもありっていうんですか、打撃もあって、できれば頭突きとかもあると、何でもありに。第6試合を行います。赤コーナープロシュート2戦1勝1分け体重65キログラム RJW セントラル阿部博之。青コーナー西日本柔術選手権優勝体重68キログラム話術研修会総本部稲村たてし。この試合は68キロ契約で行われます。ラウンド1ファイト。30対28で赤阿部博之選手の判定です。
ように動けなかったですね。相手は手もちょっと大きかったので警戒しながらやってしまった。第7試合を行います。赤コーナー93年、94年、97年国体レスリング優勝、97年レスリング全日本選手権準優勝、体重 70kg、RJW セントラル、吉本おさむ。青コーナー、プロシュート、一戦一勝、99、全日本コンバットレスリング76kg級1位、体重 77.5kg、ケースファクトリー、和田拓也。ラウンドワン、ファイト。手突っ込んできたら10時でもいいよ。左入ってきたら10時でもいいよ。
前半みんなね、ハンデだったんで、とりあえず僕はここで一本取って、会場の雰囲気とかを変えようと思いました。戦ってみて印象がいかがですか？もう初めのこういういなしとかだけでもすごい強いっていうのが分かりました。とりあえずシュートの方でもう早く全勝してクラスへ行って、バルトジャパンとか大事ね。第8試合を行います。赤コーナー、プロシュート、12戦5勝5敗2分け、ティーブス2戦2勝、体重87キロクラム、フリーゴーのアキーヒーロー。青コーナー、99年ネオプラットトーナメント準優勝、体重90キロクラム、高田道場、豊永美濃。Thank you.
引き分けですね。引き分けだと思いますよ。1ラウンドにマウント取ってポイント取ったと思ったんで、ちょっと今年今まで1回も勝ってなかったんで、ちょっと気持ちが守りに入ったっていうのがあって、まあでもしょうがないですね。そんな戦い方しかできない、自分がまだ弱っちいんで、しょうがないと思います。ちょっと負けが続いちゃって精神的にも投げやりになっているところがあるんで、ちょっとそれが落ち着くまでは練習に専念したいなと思いますけど。第9試合を行います。赤コーナープロシュート8戦6勝1敗1分け、シュートウェルター級チャンピオン、体重67キログラム、話術研修会東京本部、宇野カオリ。アウトがファンクラス戦績19勝21敗9分け、ランキング9、体重92キログラム、ファンクラス渋谷おさー。力抜いて、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 
まあ、半分。別人でしたね、はい、本当に久しぶりなんですよ、高校卒業して以来で、触った感じ思い出すかなと思ったんですけど、もう別人でした。はい、やっててとっても楽しそうだったなというふうに思ってます。そうですね、もうちょっとやりたかったですね。まあ、研修会の選手は庄司選手とかもアンドラスに話したりしてるんですけれども、そうですね、今後どうですかといったところで。いいですね、どんどんやりたいです。はい、このルールも結構面白そうなんで、スピードとか気抜けないですからね。すごい、あとやっぱり、技一つ一つがすごい器用なんで、彼はそれも変わってないなっていうふうに思いますね。ああ、もう6年ぶりぐらいなんですけど、肌を合わせるっていうか、いや、もう強かったですね、やはり。やはり体格差が結構あるな。そうですね、力はもう愕然もう倍ぐらいありましたし、でもすごくやっててなんか笑ってた、楽しかったですね。久々になんか本当6年ぶりぐらいだったんで、いい意味ですごく、なんか格闘技やるきっかけのなった選手ですから、すごく良かったです。はい、千代選手も別人のようだったって言います。いやいや、もう全然僕の方こそ全然全然強いですし、まあ普通にちょっと殴りとかパンチがあるものとか打撃がある分だとちょっと何ですかね、ルール的に体重が合わないとできにくいところありますけど、コンテタツだったらまあできないこと、殴りがない分できないこともできる可能性もありますし、特に研修会っていう団体がこのニュートラルな団体ですんで、こう研修会でしかできないカードを出せると面白いと思いますし、はい。第10試合、
本日のメインイベントを行います。赤コーナー、アトランタオリンピックグレコローマン69キロ級出場、体重73キログラム、RJW セントラル、三宅康。青コーナー、プロシュート4戦4勝、ウェルター級5位、体重73キロくらい、ケースファクトリー5位、高森。ランワン、ファイそう、肩持って、
捨てますよ。明日捨てますよ。こっち持ってきて、こっち持ってきて。まだってやめろ。どうしよう、どうしよう、どうしよう。スリーパー、スリーパー。あ、持ってる、行くんだ。足気をつけながら、足気をつけながら、1分経過、1分経過、1分経過。アップアップ、止めてないよ。ストップ。はい、1分15、下から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 、4分半。ロープがあると全然、この間もそうだったんですけど、押し込まれるともう動きが取れないんで、あの辺をちょっと向こうの方が長けてたようなんで、これからリングで戦おうとしたら、ちょっとその辺をもうちょっと改善しないと、今日みたいな苦しい試合になると思います。1ラウンドからバンバンあの絶対取ってやるってつもりで、気迫がどんどんかなり伝わってきてたんで、あのちょっと気迫負けっていうところがあったと思います。寝技、こういう寝技に関してはもう全然まだ初歩段階なんで、あのこれからもうちょっと練習して、あの、まあ、僕年は行ってますけど、まあ、そっちの方は新人なんで、あの改善の余地あると思うんで、やっていきたいと思います。今日どうもありがとうございました。